業文集で、あの紅白歌合戦に出場するという書いてるぐらいだったんですけど、まあ、それを、言い出すことができずに、25歳ぐらいまで、会社員をして、いました。そこで、あるきっかけがあって、その背中を押していただいて、立っています。なので、皆さんもきっと夢だったりとか目標だったりとかいろいろあると思うんですけれども、一緒になんか僕の活動を見ていただいて、それでね、夢を叶えたりとか、あと目標を達成したりとか、そういったことを、一緒に、やっていけたらなと思っています。人生を通してご家の中も応援いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ずっと歌手になりたい夢があったんですけれども、その中で、好きになった、アーティストさんがいます。そのアーティストさんの、曲を一曲カバーしたいなと思います。この人たちがいたから僕も歌手になろうってもう一度思うことができました。それでは、聴いてください。道です。Oh,